明日はウサマスターです。真夜中の弾き語りね。時刻は、1時15分ですね。これも、以前ね歌ったやつを、歌って歌いなもそうじゃないけどね歌っていこうということで、これは5周年の18番目に歌った曲ですね。バックナンバーさんで、高嶺の花子さんね。バックナンバーさんの歌は結構うちでもね、人気なんですけど、要は5周年以前はね1曲も知らなかったということでね、1曲ぐらい覚えようと、何がいいかなというね、要はまあちょっとね、まあ、明るめでノリのいいやつがいいかなということで、覚えた歌ですね。じゃあ5周年の後に何か覚えたかって言ったらね、もう7周年になろうとしてるのに、バックナンバーさんの歌はこれ2曲しか知らないと、ね、いうことです。高嶺の花子さんです。ただの友達の友達、たかが知人に向けられた笑顔があれなら恐ろしい人だ。君を惚れさせる黒魔術は知らないし、海に誘う勇気も車もない。でも見たい、隣で目覚めておはようと笑う君を会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか。初の魔物に連れ去られ僕の元へ生まれた星の元が違う。君の恋人になる人はモテるみたいな人なんだろう。そいつはきっと君よりも年上で焼けた肌がよく似合うような好きな人だ。キスをする時も君は背伸びしている、頭を撫でられ君と笑い殺すためだが何一つ勝ってない。いや待てよ、そいつ誰だ、会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか。初の魔物に連れ去られ、実は僕の方が悪いんで、熱の魔法的なもので舞い上がってましたって。怖すぎる、落ちばかり浮かんできて真夏の空の下で震えながら君のことを考えます。好きなアイスの味はきっと今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に
まあまあね、バックナンバーさんで唯一ね、覚えたという、高根の花子さんね、明日からサマスターでした。